はい、皆さんこんにちは、ケンキです。今回は、久しぶりに解説をやっていきたいと思います。でですね、今回の解説はタイトルにもありました通り、履歴のですね、配布についてお説明していきたいと思います。遊撃っていうのはですね、まずどんなものなのか、と言いますと、例えば地下で守っている場合に、こうやって上の地下でこうやって防衛試験が地下でみんなこうやってこもる中で、一人だけ上に上がって、敵がですね、進行してきた時に、例えばここから敵が入ってきた時とかに、まあなんかこれと、1対1で向き合って戦うっていう、まあ防衛の花形的なポジションになります。まあ、これが遊撃というものなんですけれども、この遊撃にはいろんな種類ありまして、直接戦闘でまっすぐ戦うタイプや、トリッキーに相手を騙して後ろからダメージを与えられないように倒すとか、いろんな方法があったりします。で、今回ですね、特に僕がやる、ユニークな、トリッキーな動きをする、遊撃についてご説明していきたいと思います。はい。でですね、まずですね、ちょっとお話ばかりになってしまうんですけれども、この遊撃というのはですね、大きく分けて2つ、分かれますと。まあ、トリッキーな遊撃があるって言ったんですけれども、その中でも2つ立ち回りが分かれます。で、その立ち回りはどういうふうに分かれるかと言いますと、カジュアルですね、要は野良で戦う場合と、ランクのような、組織的なクラン戦形式で戦う場合の2つに分かれます。で、これどういうことかと言いますと、カジュアルのように、ノラで戦う場合での敵のドローンであったりとか、敵のクリアリングの仕方と、ランク戦とかクラン戦の敵の、クリアリングの仕方っていうのは結構変わってくるんですね。で、具体的にどうやって変わってくるのかというと、例えば、クラン戦ですと、まあ、地下に攻めたい時に、敵がですね、組織的に攻めてくるので、ここにドローンであって、なんか、ここにもドローンがあって、で、ここにドローンあって、みたいな。で、こっちにもドローンが仕込まれててみたいな、こういう感じでですね、網羅的に、ドローンが綺麗に設置されていることが多いんですね。逆にカジュアルですと、そもそもどこから自分が湧くのかも分かんないですし、仲間がどういった連携を取ってくるか分かんないので、みんな結構、ドローンは思い思いの場所にあったりするんですね。で、この中で、ハイドするポジションというのが結構変わってきます。例えば、3層の普通によくある強ポジのハイドポジで言うと、例えばですね、こういう、なんですかね、この部屋とかも割と死角になって、ここでハイドするとかも強いんですよ。こうやってね、こうやってハイドするのも強いですし、で、昔はこの中にこうやって入れたんですけど、今はもう入れないかな。これ入れないですね。昔はこの中入ったりとか、あとは3層のハイドで言うと、まあ、よくあるパターンが、この、お風呂の中ですよね。お風呂の中でこうやって伏せて隠れてあげるとかね、こういったハイドのポジションがたくさんあると思うんですけれども、カジュアル、ノラでやる場合はこのハイドポジがすごく相手に、効きます。ですので、テンプレのハイドポジをどんどん見つけて使っていけばいいと思います。で、逆に、ランク、クラン戦の場合ですね、こういったテンプレのところが効かないんですね。っていうのはなぜかというと、やっぱり相手もある程度経験しているっていうのと、網羅的にドローンを回しているので、ここに例えば入っていると敵見えちゃうんですよ。敵見ちゃうんですよ、絶対ピッて。で、こことかだと見られちゃった場合に、もうこれ逃げ場ないですよね。まあ、もしかしたらそこを、C4 なり何なりで開けているかもしれないんですけれども、それでも結構囲まれちゃうということになります。で、この2つの違いからですね、ランクの時に、カジュアルと別の意識をする必要があるんですね。で、今回はですね、カジュアルの方はそのテンプレのよくあるネットで上がっているような、ネットでいろんな実況者さんが上げているようなハイドポジっていうのを話していきたいんですけども、今回は僕はもうちょっと実践的な、立ち回りの話をしていきたいと思います。はい。で、ちょっとね、前置き長くなっちゃったんですけれども、じゃあ実際どうやっていくのかって話なんですね。網羅的に敵が、ドローンを回す場合。この時にですね、一番手っ取り早いのがドローンをスルーパッするパターンですね。例えばですね、ドローンは必ずしも外にない場合があります。仮にですね、ここにドローンが置いてあったとしましょう。これは準備ラウンドにこれがドローンを発見したとしましょう。こうするとですね、例えばこっちにバーッとしてきて、準備終了で相手が、スタート入りました。で、ここ見ます。で、ドローンを発見したときに必ずね、ドローンがこれ光ってるかどうか確認します。これが光っていない場合っていうのは、ドローンが操作されてないんですね。つまり、見えてないという状況になります。ですので、あ、じゃあこのドローンは今僕のこと発見できてないっていうことが確定したので、例えば、この後ろに行ってやると、相手側はですね、これドローンで、じゃあ次もう一回行きますかって時に、よし、ここいないなって言って帰ってきてるんですね。で、例えばまあ、さらに言うとこれ、こうやって後ろ見る可能性もあるかもしれません。
こういうところだと逆に後ろ見られる可能性があるんだったら、あえてこことかに入っちゃうかね。ここ入るとですね、はい、こんな感じで見えないです。今これちょっと のさばり食ってるんですけど、見えちゃうんですけど、よいしょ。ちょっと待ってね。動いちゃうな。はい、こんな感じですかね。こうするとですね、こうやって、うん、いないな。よし、行こう。ってなっちゃうんですよね。で、この場合、敵はここクリアと思うんで、相手のドローンがいったなというタイミングで立ち上がって、適当にここら辺で待っておくと、相手が入ってきた時に殺せると。こんな感じです。ですので、結構ね、遊撃の時にね、皆さんドローンを見つけるとすぐ破壊しちゃうと思うんですけども、一回ドローンを破壊せずに利用できる場所かどうかっていうのをちょっと確認してみてください。結構ね、難しいところもあるんですよ。例えば、こういったところにドローンが仕掛けられていた場合、ここは難しいですよね。こうやって立った場合はですね、例えば、ここに入っていたらいいんですけどね、逆に言えば。ここに入ってあげると、いないなっつって。で、これあえてここをわざわざ見る人は絶対いないんで、これ、あ、いないなっつってこうやって。で、これでいない。だったりとか、逆にですね、例えば、外にあるのが見えた場合、こうやって。外にあるのが見えた場合、これとかチャンスです。これ、あ、あるじゃんってなった時に、僕が時々やっちゃうやつなんですけど、あるじゃんってなった時に、結構みんなここ外のやつはしょうがないなって破壊しちゃうんですけど、あえて、ここ、入る。ここに入るとですね、ドローンで流した場合どうなるかっていうと、これどうですかね？どうですかね？これちょっと普通に回した場合、ちょっとここ多分目に入らないんですよね。こうやって。わざわざこうやって見ないんですよ。ここまで。ここ見ない。なんで、スーってこうやって見て、で、こうやって見て、こんな感じですよね。で、ここも見て、こんな感じで、あいないなーってなるんですよ。なんで、外にドローンがあるときは、チャンスですんで、ぜひ、破壊せずに、一回、ドローン利用できないことか確認してみてください。これ割と、極意になります。ドローン、遊撃の極意ですね。よいしょ。これが一つ目のパターンですね。だからここでも、こうやってドローンがあるのを発見したなってなったら、ここに入る。すると、相手は、こんな感じで、見ないと。いう状況です。はい。で、これが極意1です。で、これは要するにドローンを壊さずに、あえてドローンの、死角を利用してやるという技ですね。だからここへ中途半端にこういうところにもこうやって後ろに入ってあげて、ここへ待機しておくと、ドローンは見ずにそのまま行ってしまうというやつです。で、2つ目がドローンを積極的に破壊するというものですね。これは、時間を稼ぐときに有効です。要するにですね、相手のドローンが壊されているということは、相手はその近くに敵がいるっていう風に感じてしまうっていうことなんですね。ってことは、例えばドローンがこの部屋にあって、ここに仕込んでいたはずのドローンがバン壊されていました。ってことは、相手はここに敵がいるかもしれないので、もう一回ドローンを流す必要があるんです。で、これはドローンを流す作業っていうのは、まあ早くてもおそらく20秒ぐらいはかかってしまうんですね。3分っていう制限の中で戦うクラン戦において、この2分20秒っていうのは、とても大きなアドバンテージになります。で、これが一つの部屋で1個破壊するごとにその、まあ、10秒から20秒消費できるということはですね、例えば5個のドローンを全て破壊した場合ですね、少なくとも50秒くらいの時間は、遊撃の人が一人で消費することができるんですね。その間、敵は自陣にですね、攻めてくることができないので、なかなか難しいので、有利に、有利というかですね、最後の攻めるタイミングが限られてきます。ですので、こちらも、C4 やスモークの準備がしやすくなったりと、なりますと。はい。ですんで、ドローンを破壊してあげましょうっていう手があるんですけども、これなかなか一人で潰すの難しいんですね。で、この時にみんなでやったりとかするのがいいのが、ドローン潰しの戦術ですね。どういったものかというと、スタートします。スタートしたと同時に、この3層では3人ですね。3人が一気に上に上がります。はい。3人が一気に上に上がって、例えばここに1人待機しましょう。で、もう1人がここに待機しましょう。ここですね。ここら辺とか。まあ、別にここで何でもいいんですけど、こういう入り口がいろいろ交錯しているこの交差点的なところですね。に対しています。で、もう一人が、こちら側に対しましょう。ここですね。で、これどういうことかというと、これ何なのかっていうと、これ要するに階段の場所にいるんですね。全員、こうやって。で、階段の場所でなおかつ視界がいいところ、視界が広がっているところにいることによって、ドローンが入っていった時にすぐ破壊できるんです。で、これしてたら準備ラウンドがなくなっちゃうんじゃないかっていう人ももちろんいると思うんですけれども、意外とランクで戦っている時ってドローンをしていないところに入り込むのってすごく怖いんですね。ですので、破壊してから後でゆっくり下に下がって、勇気の、補強等々準備しても全然問題ないというようなものになります。ではですね、今日の、遊撃に対してのお話はこれにて終了したいと思います。
じゃあ、このままですね、ちょっと有益頑張ってやっていく、動画、ちょっと撮れたらなと思いますんで、やっていきましょうか。それでは、これミラ使えばよかった。また忘れちゃったよ。ここミラ強いからね。ここよいしょ。楽だと思うけどね、守んの。AB 感カットさせるか。アビツのショットガンあんの？いやねえわ。ないのね。これがある。普通にあれだわ。なんだこれ開いてるの？あ、ここ開けといていいよ。あの、ここ、あれなんで、ラペットにしか入れないから、開けといたら普通に入れない。実質。てか、これむしろ優秀性いらないかも。わかったわかった。穴開けといて、AB か AB か。サンキュー。ああ。残り5秒。これさ、ここ閉じねえと不幸なことが起こる。なんか壊れた。足りねえ。壊しちゃった俺。補強壁足りねえ。どこ補強壁足りねえ。何枚足りない？あと2枚。ある2枚。あ、2枚。あ、頼むわ。もうフラッシュ投げ込んでるわ、ポイントに。B ポイントで。あ、ごめん。ちょ、ごめん、助けて。やっちまった。最悪だ。やらわしさん。おう、フラッシュ。敵部隊が爆弾を発見。え？誰殺した？誰？ピンチそれ任せるわ。俺んとこ見てるから多分。ピンチ側から飛び出せばなんとかなりそう。なんか気配がしたら頼む。それかアビツンドローンで見ててもいいけどね。ん？どっちの足？ B ポイント。ポイントなんか入れてないわ。待って。ただ吹き抜けからめっちゃ足音聞こえんのよ。こっち今薄くなったかロックしてるわ。走ってんな。走ってんね。今来てる近い。さあ、だんだん。はい、もう一段。はい。はい。なんだ？呼んでるだろこれ。これ呼んでるわ。オッケー、倒した。敵部隊の排除。うん。ミッション成功だ。ナイス。なんだこれ。